こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、バルナックライカのですね、最終形になりますね。一番最後の形になりますバルナックの 3G というですね、モデルになっております。こちらがシリアルが847864で、1956年のドイツ製のバルナック 3G ですね。56年というとですね、もうすでにライカの M3 ですね、 M3 が M 型のカメラが発売されているわけなんですけれども、やはりですね、まだまだこのバルナック型の需要もありまして、M 型の M3 とですね、並行して製造されていたんですね。ということで、こちらのバルナックライカの最終形、バルナック 3G ですね、ぜひチェックしてくださいませ。はい。まあ、最終形というだけあってね、安定した、動きで、綺麗なものも多いですので、ぜひですね、チェックしていただけましたらと思います。はい。バルナック好きにはですね、人気の高いモデルとなっております。では、外観から見ていきます。今回もですね、綺麗な個体が入ってきてますね。こういう軍艦部ですとか、こういう出っ張りもですね、当たったり、凹んだりとかしている形跡はないですね。はい、全体的にパッと見てもですね、非常に綺麗なのがお分かりいただけると思いますね。こういうダイヤルのトップもですね、メッキの摩耗なども見られないですね。はい、マウント部も綺麗ですね。はい、アイレットの削れとかですね、ストラップの跡なども見られないです。アイピースも綺麗ですね。針側もこういうかけたり剥がれたりしやすい部分もしっかりとしてますね。はい。こう浮いてパキパキしたり、ひび割れたりもしてないですね。はい。外観につきましてはですね、この動画と画像も多く掲載してますので、客観的にもご確認をいただけましたらと思います。はい。そこも綺麗ですね。三脚の跡とか、落下して当たったりとかですね。地面に置いてガリガリってやった跡もないですね。大変綺麗な状態です。はい。ファインダーもですね、こうフロントから見て、曇りカビとか、バルサム切れとか、見当たらないですね。はい。この左側のファインダーが、距離計、フォーカシングファインダーですね。ピントの二次像もくっきりはっきりとコントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなくですね、しっかりと、見えております。はい。右側のフレーミングですね、ファインダーもゴミちりとか入っておらず、曇ったりとか汚れたりもせず、綺麗な状態をキープしてますね。フレーミング、フォーカシングともに、何のないファインダーです。ではですね、シャッターをチェックしていきますね。この上側のダイヤルが高速側で、フロントのダイヤルが低速のファインダーになっておりますね。はい。じゃあ低速の1秒から、はい、チェックをしていきます。はい。これが1分の1秒ですね。はい。こちらがシャッターボタンですね。はい。これが1秒ですね。しっかり1秒。安定して刻んでますね。はい。次が2分の1秒です。いいですね。しっかり変わってますね。はい。次が4分の1秒です。はい。4分の1秒もしっかり切れてますね。はい。低速に粘りとかですね、膜の遅れとかないのがお分かりいただけると思います。では、上側の高速側のダイヤルに移りまして、125分の1秒見ていきましょう。はい。しっかり切れてますね、こちらも。シャッター音も変わって、快調にですね、切れてるのがお分かりいただけると思います。はい。この巻き上げとシャッターボタンの感触もですね、非常に軽くて、はい、快調ですね。はい。じゃあ、セルフタイマーもここでチェックしていきます。このレバーをぐっと下げて、このスイッチでスタートいたします。途中で弱くなったりしないで、しっかり動いてますね。はい、ここでシャッター切れて、はい、最後までしっかり動作しております。はい、底蓋外していきますね。底蓋外してもですね、綺麗ですね。金属の腐食、カビ汚れなどないのがお分かりいただけますね。オリジナルのスプールも
属しております。はい。底蓋もこうしっくり締まってますね。きつすぎたり、緩かったりしてないですね。はい。シャッターは1000分の1秒までありますけれども、しっかり確認しておりますので、安心してお使いいただくことができます。はい。あとはですね、はい。こんなもんですね。はい。ということで、とても、非常にいい感じの外観、内部の動作ともに全く問題のないですね。このまま撮影に、このまま使用いただいて、問題ない個体のバルナック 3G ですけれども、念のため、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、バルナックライカの最終形のですね、非常に外観、備品、内部動作も好調なバルナック 3G になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。